お前嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと。お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ、シュートこずると賢くこなせたやすいはずだ。愛すればいい、人の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家、子供が育って年を取ったら俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい、俺より早く行ってはいけない。何もいらない、俺の手を握り涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人。忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前ただ一人。はい、こんばんは。今夜はね、関白宣言を歌いました。さて今日もね、YouTube ライブやりましょうね。ああ、ちょっとお布団もいけなかったね、ほんとね。ちょっと、もうちょっと雨はね、午前中の雨だけで、やむと思ったけど、思ったより降ってたんで、降ってたんでね、奥多摩駅まで行ったけど戻ってきました。しょうがないね、ほんとね。ほんとそう思う。明け方だけでやめると思ったんだ、あれ。昼間にもう垂れ間が出ると思ったら、意外とね、雨降り続いたんでね、諦めて帰ってきた。めんどくさかったけど、しょうがないね。よし、ね、今度、カー忘れてまた仕事行って、またレンチになるんで、お休み。あれは奥多摩行こうと思う。今回は本当に山の市に行けなかったけど、しょうがないね。天候が悪いから。ああ、がっかりした。ほんと、もうちょっと天候、あ、予報ではもうちょっとね、晴れ間出ると思ったんだ、あれね。雨、土曜から、土曜の夜中、たぶん雨の、あれ、予報が外れた感じでさ、もうちょっと遅かったんだろうね、降るのがな。だから降り出すの遅かったんで、伸びてね、ね、ああ、しょうがないね。うん、じゃあ今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。がっくりしちゃった。ちょうどね、山の下だったからな、この連中ね。でもしょうがない。あの天雨だったからな。ほんと、もうちょっと奥多摩駅に着く頃にはさ、もうちょっとやんでると思ったんだ。続いては相変わらずだったし、3時頃の話やまないって予報だったんで、諦めて帰ってきた。もうお金払わなかったら大丈夫だった。初乗り分だけでさ、あれ。返させなかったからさ。スイカその点いいよね。スイカはね。あれ、スイカじゃなくて前の切符買っちゃうからさ、あれね。あれね、スイカはね、快速出なければさ、大丈夫よ。待ち合わせだったんで、ちょうど一駅分の、湯島まで降りて、湯島まで戻ってきて、そこで降りて。もうあれ、町屋ももう出れないからな、もう時間経っちゃったから。2時間以内だったらさ、あれ、同じ会社、出て入った会社でもさ、出れるんだけどね。2時間以内だったら、その電子マネーはさ、スイカとかバスもあれ、入場扱いになって、ね、大丈夫だけど、2時間以内経っちゃうとね、それ、パターン同じ閉まっちゃってめんどくせえから、もう湯島で降りてるんですけど、まあ、その時は降りて。じゃあ今日もね、YouTube ライブ配信、2021年。8月の8日か、ちょっと降りてる道なんだね、降りてるね。8月の8日、日曜日、大体やろうか。
目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ、荒野に向かう道より、他に見えるものはなし。砕け散る宿命の星たちよ、せめてしそやかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行く、さらば昴よ。息をすれば胸の中木枯らしは泣き続ける。されど我が胸は熱く夢を追い続けるなり。さんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を追われよ。我も行く心の目ずるままに、我も行く、さらば昴よ。いつの日か誰かがこの道を、いつの日か誰かがこの道を、我は行く、青白き頬のままで、我は行く、さらば昴よ。我は行く、さらば昴よ。はい、こんばんは。今夜はね、昴を歌いました。2021年8月の8日、日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげない生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。ピチャさんどうもね、ブルーさんどうも、ピチャさんどうもね。もう、そうね、今回しょうがないね。台風ひどかったんで。でもね、改札出なかったからね。かかったのは初乗り料金分だったかな。ずっと、奥多摩駅で様子見て戻ってきたんでね。それスイカだからよかった、電車までだからさ。でも同じ駅で降りれないからさ、あれ、ね。2時間以上経っちゃうので、ね、閉まっちゃうから。ね、初乗り分の。もう、湯島、帰りは湯島まで降りて、京成乗って帰ってきました。まあ、それ。見てなかったもん、いろいろな会話してた。ああ、いかんのかよ。もうちょっと、台風ね、もうちょっとね、好転するかと思ったから行ったんだよ、僕。奥多摩駅に着く頃はさ、雨やんでっかなと思ったが、あれから降ってたんで諦めて帰ってきた。やばいね。今度の連休はね、まだは、カンカン、もうこの台風で行った後、夏で収まるとは、まだ曇りが中心だと思うんでね、今度の連休は行こうと思いますんでね、奥多摩行くぞ。よし、じゃあもう、こんばんはね。サバカンさんどうもね。じゃあ今度はこの授業行こうか。これ行きましょうか。失恋レストラン行きましょうね。久しぶりに失恋レストラン。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切らこちられは上位て、の検索結果です。笑い忘れたお化粧がすがる失恋レストランもおどけることもない。今はねえ、マスター作ってやってよ。涙忘れるカクテル。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどはこういうのまでと使えない。だから失恋レストラン、
失くした恋の吹きだまり、歌を歌えぬこの俺でも話し相手になれるなら、いさ失礼レストラン、君のそばにいてあげる、ずっとねマスター、歌ってやってよ痛みを癒すラプソディ、悲しけりゃここで同じよ、涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で強がりってたこの俺は、一人失恋レストラン、まだ恋したこともないそうさ、ねえマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース、ねえマスター、ねえマスター、ねえマスター早く。はい、ごめんね、失礼ねさんでした。どうもこんばんはね。はい、うん、あきこさんどうもね、うん、じゃあ今度はこれでいこうか。流行りの歌も歌えなくてダサいはずのこの俺、お前と離れ1年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても車変えても結局変化もないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる、シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだった二人で笑えたね、今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてや辛くないのに、よりみたいな始まりが2年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜、ほら俺の方が触れてたね、恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられない、シングルベッドで二人涙拭いてた頃、どっきから別れ話するかかけてた、あの頃に戻れるならお前を離さない、シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね、今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃあ辛くないのに。はい、これはシャランチョのシングルベッド、いい曲ね、これね。はい、今度はこれいこうか。だから本当にシングルベッド素敵ね。僕の今の気持ちを代弁してる感じだね。じゃあ今度はこの歌いこうか。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ、長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない、この世に歌があればこそこらえた涙、幾度か親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ、
右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にもぎてる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、白山さん、どうもね。あの子もこんな風に生存確認やってるよ。どうもね。はい、じゃあ今度はこの時刻か。はい。あ、大阪ラプソディ行く、大阪ラプソディ、あれも歌いいよね。海原千里、マリちゃんのやつ行こう。大阪、もう今度ね、オリンピックももう終わった、今日は終わったみたいだからさ、オリンピックの次は、うん、2年後か ?3 年後か ?3 年後ね。あ、違うか。4年後か !2025 年だからね、あれ。大阪万博ね、うん、楽しみね。大阪ラプソディ行きましょうか。あの人もこの人もそぞろ歩く宵の街、どこへ行く二人連れ、御堂筋は恋の道、映画を見ましょうか、それともこのまま道頓堀まで歩きましょうか。七色のネオンさえ甘い夢を歌ってる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。昨日よりまた今日は別れづらくなりそうよ。恵比寿橋宝禅寺どこも好きよ二人なら嬉しいはず。でもあなたといるときなぜだかこの胸痛んでくるの。店明かり懐かしく甘い夜を呼んでいる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。覚えておきます小さなことまで、あなたと過ごした大事な夜は。七色のネオンさえ甘い夢を歌ってる。宵闇の大阪は二人連れ恋の街。どうも。奥多摩に行ったんだけどね、天候悪かったんで、思ったよりね、台風並みしてたからさ、諦めて帰ってきたんですよ。うん、駅まで行ったけどね、川崎さんに戻ってきた。だから、もう本当、奥多摩駅着く頃はやめると思ったんだけどね、思ったより降ってたんでね、なかなかね、今日、ね、洗濯無理でした。どうも。あ、どうも、母さん、どうもね、健吾さん、どうもね。あ、情報ありがとうね、健吾さんね。じゃあ今度これ行こうか。今度はこれ行こうか。今日の仕事は辛かった。あとは焼酎を煽るだけ。どうせ三夜のドヤ住まい、他にやることありゃしねえ。一人酒場で飲む酒に帰らぬ。昔が懐かしい、泣いてみたって何になる。今じゃ三夜がふるさとよ。工事終わればそれっきり、お払い箱の俺たちさ。いいさ、いいさ、三夜の立ちんぼ、世間恨んで何になる。一
人は山谷を悪く言う。だけど俺たちいなくなりゃビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっときっと来るさ。そのうちにそのしにゃ泣こうぜ。嬉し泣き三日月みたいですか。コンさんどうもね、うん、あ早くねそろそろ食べようね。じゃあ今度はこの歌いこうかな、うん、いつものように歌う今度これいこうか、ね、娘のことを思いながら娘歌おうかな、うん、娘のことを思いながらもうすぐそろそろで、ね、娘へ行こう。同じに娘本当だったら僕の年頃だったらね嫁に行く娘がいてもいいんだろうけどさ、一人だからしょうがないんだよね、うん、本当だったらね。嫁に行くしが来なけりゃいいと男親なら誰でも思う。早いもんだね、二十歳を過ぎて。今日はお前の花嫁姿。送る言葉はないけれど、風をひかずに達者で暮らせ。花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで、綺麗や。今日の思いはほんまに綺麗や。なあ母さん。ゆうべ娘がしゃくしてくれた酒の味さえ覚えていない。古い写真を指さしながら、ここが父さんそっくりなのと、顎の頬のあたりを撫でながら、涙ぐんでははしゃいでくれた。笑い話で済ませるけれど、口じゃ言えない苦労もあった。嫁に言ったらわがまま言わず、かわいい女房と言われてほしい。いつも笑顔を忘れずについてゆくんだ、信じた人に。はい、どうもね。下手くそごめんなさいね。うん。こんにちはね。清水さんどうもね。じゃあ今度この図いこうか。今度はこれいこうか。今度はこの歌。セリフ、やっぱセリフが入ってたら大事に、頭にはセリフ。セリフ入りの名曲いきましょうか。セリフ入りといえばこの歌だよな。セリフ入りのやつ。何が恋しぐれいこうか。何が恋しぐれ。今配信が大丈夫かな？配信が大丈夫かな？急に遅くなったな、あれ。
どうかな、でもね、うん。ごめんなさい、ヤカラさんね。ちょっとね、昨日ちょこっとライブ配信したけどね、ちょっと雨ひどかったんでね、思ったより人が諦めてね、帰ってきたの、奥多摩駅まで行ったけどね、思ったより雨やまなかったんだよね、それで諦めて今回のテンター君。帰ってきました。どうも。分かった、ごめんなさい。さっきがない、ちゃんと行ったよ、ほんとね。電車乗って奥多摩駅まで。でも、もう思ったより雨やまなかったんだよね。それで、うん。諦めてちょう。しょうがないね。でも、ホームで帰ってきたからさ、あれ、帰らせてないから。お金かかったのはね、初乗り分だけよ。うん。ね。初乗り分だけ。電車まで乗ってるからね。初、うん。初まで。初乗り分だけでよかったね。思ったよ。もうちょっと雨ね、やむと思ったんだよね、あれね。多分遅れたのかな、少しね、両方だよね。だからね、結構遅くも降り続いてたんで。そんなわけでね、どうもね。雨大変だからね、雨はね。テント設営とかね、なるべくね、だから晴れるときに来ましょうね。うん、僕、雨には負けなく負けるからしょうがないですね。宮沢賢治じゃないからさ、僕はね。賢治さんじゃないんで、僕は勝彦ちゃんだからね。賢治さんの雨には負けないけど、僕ね、勝彦ちゃんだから、うん、しょうがないね。宮沢の賢治さんじゃないから、僕は。そう、雨には負けないの賢治さんよ、ね、賢治さんね。あの人ね。合ってるね、ケンジ。石川さんもね、わかんない。ケンじゃない、なんだっけ、あれ。なんだっけ、なんだっけ、あれ、あの雨には負けずの人。どう忘れしちゃった、違ったっけ。なんかその名前だったな、まあまあいいや。雨には負けあったんですよね。誰だっけ、どう忘れしちゃった。なんとか、違ったっけ、あれ。石川さんもあれは違ったか、あれ。歌詞が出てこないな。ねえ。やめてね、降った後ばっかだとさ、あれ。ペグも佐々木も悪いと思うんでね。スベルトだからね、僕ね。それでね。予報を見ると3キロぐらいまで降る感じだったからね。3時だったらね、日が暮れるまで3、4時間しかないからさ、あんま日差しも当たんないと思ったんで、あれ午前中にやんじゃえばね、もうそのつもりだったんだけど、やばなかったんだ、ほんと。カツラグ時間できない、あんな大変で、それライブなんか。無理だよ。あら、出てこない。あら、回線調子。Wi-Fi の調子悪いかな。ちょっとパソコンの調子が悪い。でもね、パソコンの調子が悪いやん。
いいかな。よし。これやってみようか。あ、出た、行こうか。投げは壊してくれ、行きます。今度は、今度投げは壊してくれ、行くよ、うん、でも、ね、歌ってからね、うん、明日も休みだからね、明日ね、今夜3連休なんだけどね、今週ね、首都圏はね、台風の影響でね、行けなかった、残念だったけど、しょうがないね。うん。ああ、じゃあ、この投げは恋しくね。いいね、これね。こんな女の子と出会いたい、僕も。ゲイのためなら、女房も泣かす。それがどうした文句があるか。雨の横丁法善寺、なぎはしぐれか寄せ林、今日も読んでる、今日も読んでる、ドアホーハールダンジ。そりゃわいわほや、酒も煽るし、女も泣かす、せやかせ、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや、日本一やで、わかってるやろう、浜。なんや、その新臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。そばに私がついてなければ何もできない。この人やから泣きはしません。辛くともいつか中座の花になる。惚れた男の、惚れた男の、でっかい夢がある。好きおうて一緒になった仲やない。あなた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。凍りつくような後ろの裏で耐えて花咲く夫婦花。これが俺らの恋女房。あなた私の息がいいと笑う二人に、笑う二人に、何はの春が来る。はい、新さんどうもね。はい、今回思ったより雨がひどかったんでね、奥多摩センター区は諦めました。奥多摩駅まで行ったんだけどね、思ったより降ってたんでね、しょうがなかったね。電車も空いてたしね。まあしょうがないね。ああ、せっかく。ほんと、今回今回って、ちょこっとだけど、ね、燻製やるつもりだけど、燻製の用意はまた大丈夫。あれ悪くもんだろう。チーズとソーセージだから、別に2、3時間も経つからな。うん。あ、白山さんどうも。白山さん、ズラが欲しいんですね。じゃあ今度これ行こうか。今度はこの歌行こう。愛の甘い名残に、あなたはまどろむ天使のような、その微笑みに時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動き、あなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけと、あなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。
子供のような瞳を向けて指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる死が来ても、あなたと離れはしない。うっせぇ、あれ難しくてごめんなさいね。じゃあ今度これ行こうか。まあ、また、カースって仕事行ったとまた連中だからさ、その時は行こうと思います、奥多摩ね。はぁ、あ、今度はね、じゃあ、この歌行こうか。最後はこれで締めようか。誕生日には真っ白い色を久しぶりに歌おうか。久しぶりに行こうか。福山さんですね。あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで認めてくれる言葉もないまま、会えなくなるなんて年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。あ、どうもね、うん、なんだろう、何言ってんの、白山さんはね、変なこと言ってんだ、ね、今度はこれ言ってんだ、今度はこれ行こうか。今だ、誕生日は真っ白いよね。今度これ行こうか。最後の歌、今日最後の歌これ行きましょう。最後は太陽が昨日より
眩しく照りつけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい。海沿いの国道をまだまだ空いてるバスに乗り、潮風を追いかけて誰よりも早く夏を探すんだ。心の隣で同じ景色見ながら、何年間も僕たちは友達のままさ、カチューシャ外しながら、君が不意に振り返って、風の中で微笑むだけで、なぜか何も言えなくなるよ。こんな思っているのに、カチューシャ外しながら、長い髪をほどくように、いつの間にか大人になって、僕の手には届かないくらいもっと好きになるよ。エブリデイ、エブリデイ、エブリデイ、カチューシャガール。砂浜は君に似て、思い通りに歩けないよ。寄せる波、避けるたび、二人の足跡と消されてしまった。確かなものなど何も欲しくないよ。無邪気な君と来年も海に来られたら、カチューシャしてる君に僕は長い恋愛中。同じクラスであったしから綺麗になった今日までずっと季節何度巡ってもカチューシャしてる君に誰も誰もかなわないよ。世界中で一番似合う髪を留めた天使の輪っか、永遠に変わらないで。君が好きだ、言葉にできないよ。君が好きだ、僕のこの気持ち。君が好きな小麦色に焼けるように、恋はきっといつか気づくものさ。エブリデイ、エブリデイ、エブリデイ、カチューシャガール。はい、これはエブリデイ、カチューシャね。僕はね、AKB は誰でもいいです。若い子ならみんないいよ、僕。若い子なら。うん、僕若い子なら誰でもいい。若い女の子なら。うん、年食っちゃったら辛いけどさ、若い子ならみんないいよ、僕。女の子は若い子が一番いいよな。うん。うん、今度この子、だいぶみんな可愛いよね、若い子はな。ほんと可愛い。今夏場だからさ、電車だからってすごいもんね、若い子はさ、ね。そうね、じゃあ今度この歌行こうか。今度もね、AKB のやつ行こうか。AKB48 の。今日はまだ明日も休みだからね、飲みていきましょうね。今度これ行こうか。365インチの紙飛行機って出だしどうだったこれ。出てこない。いや、でもいいや、今日この辺でやめとこうね。じゃあ、じゃあ今日のお夜食行こうか。お夜食、じゃあ今夜まあいつも通り炒め物作ってくんで、ね、ちょっとね。じゃあ、じゃあね、今夜のお夜食の機会、もう11時に回っちゃったけどね。まあ0時前に終わると思うんでね。で、今日のお夜食行くよ。どうもね。うん。ネットさんどうも。いつものようにさりげなくやってますね。本当はね、奥多摩で寝てるはずだったんだけどね。思ったよりさ、こう、奥多摩に着いたらさ、まだ降ってんだもんな。うん。それで諦めた。今度ね、木金土に来てローレンちゃんで、そこでまた奥多摩行こうと思うんで、多分今度は予報見ると大丈夫だと思うんだ。化粧してないよ。うん、じゃあちょっとね、炒め物作ってくる。
今日はね、小松菜とナスの焼きうどんですよ。小松菜とナスの焼きうどん。ね、ナスね。小松菜、うどん一袋。塩で炒めて、みりんと醤油でちょこっとかけて。いわゆる一般的なやつね。塩とみりんと醤油で甘辛く炒めて。うどん一袋でもね、まあ、ナスと小松菜入れたからさ、かさがあって嫌な。これはさ、180g のやつ。3つ入ってるって1袋ね。どうもね、うん。じゃあ、鶏皮はない。明日ね、鶏皮ね。うん。明日、鶏皮エッグやろうかな。鶏皮を湯がいて冷蔵庫入ってるから。あれでフライパン入れて油、塩入れて油出てきたら卵落として目玉焼きにしてさ、明日そんなのやろう。そうね、うん。じゃあこれはおつまみに、今日はこの小松菜とナスのおうどんで一杯いこうかな。うん、じゃあ今日の一杯いこうか。今日もおなじみハイボールでいこうか。ハイボール。ハイボール。これね、今日は。いつものハイボール。はい、乾杯。今夜のでもハイボールよ。いつもね、ちゃんとね、冷蔵庫入れてますんでね。うん、まあ、梨安くていいよな。うん、おうどんが好きで僕、ほんと、こういうのがね。うん、どうもね、ジネさん、どうも。この連休はさ、山行けなかったんで、行ったんだけどね、思ったより雨降ってて、登らずに帰ってきた。うん、あ、ダメだった。ダメだよ、みんなに来ない、やっぱみんな来ないな、普通はな。もうやむかなと思って行ったんだけど、やまなかった、今日は。結構ほぼ一日降ってたよな、雨な。うん、でも奥多摩の方はこっち、僕が町屋に戻った頃にはやめたかもしれないね。向こうにしたからな。荒川区と60キロぐらい離れてるもんな、奥多摩は。昼ぐらいに3時やんでたかもしれない。昼からやんでもね、
さ、奥多摩行くと8時半ぐらいから登り始めるからさ、昼だったらもう中盤過ぎても女だよ、登って、通常。だからね、予報では3時に行っていたからもう、台風はしょうがないね。でもこの台風があるからね、日本は水不足にならないからね、いい方に考えないとね、台風がもたらす雨水のおかげだからさ。今年はね、台風来たね、なんとかね、もう、中号ね、去年ほんとなかったもんな。エアコンあるよ、エアコン。明日もの町田市役所の往復だな。墓参り、先週行ったから墓参りは行かないから。先週行ったら今度、8月の終わりの方、最終週あたり行こうね、墓参りは。楽屋でいろいろやりますの。家主さんも心配かけないとさ、家主さんもうちにアパートの前が家主さんなんで、人気いないと心配するからさ、ある程度ね、休みでいないとさ。それもあってさ、休みの日も町田と野球は行ったりして聞いてます。ほぼや仕事休みの時でも、ね、電車乗ってっからね、往復してっから。でも、円山は安いよな、本当。JR はさ、山手線越えると一気に上がるからね。JR の料金って山手線入ると、山手線だけだと安いんだけどさ、山手線から出るとね、だから中野って山手線そうでしょ、あれでお茶の水の中だからさ、お茶の水の中野なんて距離的に言ったらさ10キロもないんだよ、ほんと5、6キロそんなもんでしょ、5、6キロでもあそこと乗るだけで300円かかっちゃうからね、全然違うんだよね。でも中野まで営団で行って、うち営団線だからさ、めんどくさいけどさ、千代田線で大手町で東西線乗って中野まで行って、そこから中央線で行って、そうです、全然違う。みんなそういう意味では山手線は料金だけ違うからね、特別安いんで、山手線超えると一気に値段変わっちゃうんだ、あれ覚えておくといいよね、基本の人は。それ、山手線の手前まで行ってちょっと歩けばね、ずいぶん安く収まるんだ、あれ。山手線に一駅発だけど一気に値段上がるからさ、あれ、京浜東北もそうだ、あれ。埼玉の方から来てさ、ね、王子あたりで降りて、行くのとさ、日暮里まで行くのにだいぶちょっとの差でも変わっちゃうんだよね。料金体系違うからね。山手線内だけ特別に安いから。山手線だけ乗ってる分に本当に安いわけ。一歩出ちゃうとすごい一気に上がるから。だから町田からさ、京浜東北線乗るときね、通常で、ね、速さで言ったらさ、京成で日暮里まで行って京浜東北線がいいんだけど、ね、でも、
料金的にはね、都電荒川線で大木まで行って、それで京浜東北線乗った方が安いんだもんな、ね、都電が170円ぐらいで、京成で、北からの1分今130円ぐらいなんだけどさ、都電の方が高いんだけどね、一気に上がるから、JR はさ、山手線まで行っちゃうと一気に上がるんで、大木と日暮里でちょっと差なんだけど、一気に上がるんだ、あれ。もう電車しか乗んないからさ、一気に上がるからね、ほんと。武蔵浦から王子まで、王子乗って、そっから都電乗った方が全然安いんだよね。でも、時間あれば王子からだって歩くけどね。ほんと、王子と日暮里なんて、5、6キロだけどね、あんな、ちょっとの差だけど、一気に値段上がっちゃうんだ、あれ。山手線に入るからね、あれ。山手線に入ると、一気に上がるから。蒲田の方もそうだからね、覚えておくというちょっとした違いね。無理無理安く抑えて、ケチり、運賃をさ、ケチりたい人はさ、山手線の手前で、寸前で降りて、ちょっと歩くだけでもね、随分安上がり。着くからじゃなくて。シャンプーの朝にさ、2合とかさ、食って食ってんだもん、ね。当たり前じゃね。そうだ食ってもだって僕。みんな、普通、キャンプ動画見たらみんな小食だもんな。僕、キャンプの、2合とか3合とかで納豆感食ってんもんな。食ってんの分かるでしょ、みんなね。サバカさんね、もうそれだ食ってっか、ほんと。もう僕のシェラカップ炊飯とか僕には考えらんない。シェラカップでご飯なんて、それっぽっちなんだよね。あれ、やってらんないですからね。ね、小食の人はシェラカップ炊飯いいんだろうけど、僕。平気で2合とか3合炊いちゃうからな。意味ないんだよな、ほんと。密はしないで大丈夫よ。女の子かわいいな、若い子はかわいいね。若いうちはかわいい女の子はね。若いうちはね。けどさ、熱するのが大変だよね。みんな油熱すればする。熱するのに時間かかるけどね。ダメだとすると、若い子がいい。若い子がいいや、僕。あ、おいしくいただきました。あ、おうどんでした。加藤茶なんかすごいもんな、あの人。40も年の差の女の子と結婚しちゃうんだもんな、あれ。すごいな、あれ。やっぱ。タレントさんだからさ、社交的なんだろうな、きっとな、ああやって。ね、すごいな、あれ。あの子もね、予算考えてね、予算。今日昼ごろ帰ってきてさ、あれ、スーパーでさ、アグミの靴だからね、少しね、2時ぐらいだっけ。一番スーパーでね、鶏肉の唐揚げ食ってたからね、ここでね、話をしないけどさ。お腹すいたいだって。ずっと奥多摩から電車乗ってさ、帰ってから洗い物洗濯してさ、
だって声聞いたからさ、2時ぐらい、3時ぐらい声聞いてたけどさ、なんか食ってたんだろうか。食いしん坊、食いしん坊よ、少し飲んだ、1本だけね、今度、月曜休みで、火水仕事行ってまた連中ね。それで、今度の連中は、多分、台風はもう来ないじゃない言ってると思うんで。多少雨マークあるけどね。今回降りから雨降んないと思うんで。奥多摩で洗濯してこよう。奥多摩洗濯。2泊ぐらいしてこようかな、高野で1泊。でも明日電話して、七つ石で場所、テントも取れたら七つ石泊まって、それでもいいかもしれないね。明日電話してみよう、休みだから。七つ石小屋に行って、今度の連中のテント泊。歩きじゃないよ、僕は。お受け出しました。じゃあこの辺で遅く、遅いでもまだ11時半か。あ、でも1時間以上やってんだね。どうもね。今日すったよ。いつも通り女の子のこと思いながらね。普通に3日だよ、3日。お盆っていうか、まあこれ、この3連休の他に2日行った後、カレンダー通りかもしれないね。今日は何日だっけ？今日は8日でしょ？ 9 日休んで、10、11、火水仕事で、10、10、10、12、13、14、15かね。だから、木、金、土、日か。4日休みですね。だと思います、確か。仕事行けば、多分そうだと思うんだ。火水は仕事で、木、金、まあいつも通りだ、木、金、土、日休み。今度の4日、お盆休み多分ね、今回もと違って。まあでもね、この山の地にね、山に行けなかったらそうだけど、まあしょうがないね、天候悪かったから。そんなもんできっこないじゃないか。そんなこと。そんなもんできないね。じゃあこの辺で終わるね。おやすみなさいね。またね。おやすみなさい。また今日はこの辺で終わるよ。おやすみ、あきこさんどうもね。おやすみなさい。今日は僕、あきこさんのことを思いながら今夜この歌を歌おうかな。今夜の最後この歌。あきこさんのことを思いながら。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って、涙も溢れるけど、思い通りにならない日は、明日頑張ろう。ずっと見てる夢は、私がもう一人いて、やりたいこと、好きなように、自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ、心のままに、365日。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は、誰かと話そう。人は思うよりも、一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけ。人生は紙飛行機、愛を乗せて飛んでいるよ。
芯持って広げる羽をみんな噛み上げる。折り方を知らなくてもいつの間にか飛ばせるようになる。それが希望推進力だ。ああ楽しくやろう。365日人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日飛んでゆけ、飛んでみよう、飛んでゆけ、飛んでみよう、飛んでゆけ、飛んでみよう。はい、今夜の最後はね、 AKB48 の365日の紙飛行機を歌いました。どうもね。そうね、おやすみなさいね。また明日ね、おやすみなさい。これも秋元先生の作品なんだね。おやすみなさい。ではまたね、ありがとうね。はい、終わりました。じゃあオーラスはこれで締めようか。上を向いて歩こうで。僕のテーマ曲。一人ぼっきの僕でも、僕はこの歌を胸に生きてます。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す。春の日、一人ぼっきの夜、上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す。夏の日、一人ぼっきの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっきの夜思い出す。秋の日、一人ぼっきの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっきの夜。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。